堺夏美は埼玉県埼玉市出身の競泳背泳ぎの選手。身長174センチメートル。水院、味噌の東洋大学に所属。武南高等学校卒業。水泳は幼稚園の時に兄の影響で始めた。当時から潜水が大好きだったという。小学校6年の時にジュニアオリンピック夏季大会の100メートル背泳ぎで2位となった。 中学入学直前のジュニアオリンピック春季大会の100メートル背泳ぎでは優勝した。埼玉市立土合中学1年の時には全国中学校水泳競技大会の100背泳ぎで優勝した。ジュニアオリンピック春季大会の200メートル背泳ぎでも優勝した。2年の時には日本選手権に出場すると50メートル背泳ぎ28秒 55? の中学新記録で3位になった。200メートル背泳ぎでも3位に入った。ジャパンオープンでは200メートル背泳ぎで優勝を飾った。全国中学校水泳競技大会では100メートル及び200メートル背泳ぎで2冠を達成した。コナミオープンの50メートル背泳ぎでは28秒43の中学新記録で優勝した。3年の時には、 日本選手権の100メートル背泳ぎで1分0秒12の中学新記録で優勝すると、200メートルでも2分10秒43で優勝を成し遂げるものの、それぞれ派遣標準記録を突破できなかったために、個人での2016年、リオデジャネイロオリンピック代表にはなれなかったが、メドレーリレーの代表には選出された。競泳における中学生のオリンピック代表は、1996年、 アトランタオリンピックに出場したバタフライの青山、料理以来20年ぶりのこととなった。また21世紀、生まれ初のオリンピック、日本代表でもある。ジャパンオープンでは100メートル及び200背泳ぎで優勝を飾った。2019年11月20日に、東洋大学に進学することが分かった。2020年3月に成功ホールディングスとサポート契約した。 2020年東京オリンピック競泳女子400メートルリレーには、いがらしちひ池江リ子、大本リカと出場したが、チームは決勝進出に0秒27届かなかった。趣味は昼寝。また、お笑いが大好きでノンスタイルのファンだという。陽気な性格で、大舞台でも動じることはないと評されている。長水路、ありがとうございます。